こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、マホンのお手入れの方法、革製品のお手入れの方法についてレクチャーをしたいと思います。頑張らんで、適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。はい、皆さんたくさんの方々に、バブバブオリジナルの、ママのためのお財布ショルダーマホン、こっちがマホンで、私はゴールドが好きなので、はい、ガマ口のマホンですね。これ私の私物、両方私の私物なんですけども、マホンとガマ口、はい、どっちもママのためのお財布ショルダーなんですけど、たくさんね購入していただいて、使っていただいて本当にありがとうございます。で、皆さん革製品ってなかなかこう馴染みがないのかもしれない。初めてね、このね革製品っていうものを使ってくださってるママさんもいらっしゃるのかなというふうに思うんですけども、革っていうのはそれなりにこうメンテナンスをしてあげないと綺麗に保てないっていうところがあるんですね。これ生き物だからね、革っていうのは合皮とかそういう人工的に作られたものではなくって、これって牛さんの革なんですよね。そう、生きたものなんですよ、革っていうのは。なのでこれはそれなりにやっぱメンテナンスをしてほしいなっていうのがあります。でその方法をねお伝えしたいなというふうに思うんですけど、こちらがですね、私が5年間使ってきたマホンです。これ、はい、でこっちが新品のマホンです。違い分かります？いい感じに、こっちいい感じに経年変化をして味が出て、私はこの使い古したマホンが大好きなんですけど、よーく見るとね、よく見るとこういうとことか、ちょっとこう汚れがねもうついてきてるんですけど、まあこれはね、革っていうのは基本汚れてしまうとこれ取れないんだって。で革っていうのは基本こう濡れてしまうと水は弾くことがなくって中に染み込んでしまうんですって。ですからなるべくまあ雨に当たらないようにしないといけないんだけども、汚れないように予防していかないといけないんだけども、とはいえね、お財布って日常的に使うものじゃないですか。その水とか油を弾くように最初作ってくださってるんですって。だけど使ってる間にその被膜っていうのかな、この表面にそういう膜を貼って作ってくれてるんだけども、ただ買って間もない頃だからツヤっとしてるしね、こうカサカサした感じが、乾燥した感じがなくてツヤっとしてて綺麗なんですよね。で実際少々の雨とか油とか汚れとかっていうのを弾いてくれるんだけど、1年ぐらい使ってるうちにだんだんその被膜が取れてくるんやって。5年間愛用、毎日使い続けてきたマホンでございます。どうですか、5年使っても結構綺麗じゃないですか。私すごい味が出てて好きなんですけど、じゃあここで新品のマホンと比べてみましょうか。はい、こちらが新品のマホンでございます。で綺麗なのは綺麗ですごいいいですよね、新品はね。でもこれ、こっちのこの私が5年使ったこの味のある感じ、いいじゃないですか。私はこの味が出たこの皮の感じがすっごい好きなんですけど、さあ5年も使ったけどこんなに綺麗に保てる秘訣は何なのか。これ毎日でもないな、革製品のケアの仕方っていうのをちゃんと知ってて、それをやってあげると5年使ってもこんなに綺麗に保てるんですよ。まだまだ使えるよこれ。私がやってるその方法をねちょっとねお伝えしたいなというふうに思いますが、まず、革っていうのはこういうね革専用のリムーバークロスっていうようなやつとか、革用のお手入れクロスっていうような、これ両方コロンブス社っていう革製品の会社が出しているものなんですけど、まあ言うたら、T シャツ、ヒートテックの T シャツの生地みたいな感じかな、綿のこういう柔らかい布なんですね。だからこういう専用のものを使ってもらってもいいし、ほんまに使い古した T シャツとかを切ってそれでやってもらってもいいと思うんですけど、そういうもので、柔らかいそういう布でこのマホンの表面の汚れを取ってあげます。であとこれ私のこれ、これはね革靴とかのお手入れにも使うやつなんですけど、これ馬の毛なんかな、
うん、あのこういうあの専用のやつも売ってます革製品のところにね。でこういうのとかそのさっきのこのクロスとかどっちでもいいと思うんですけど使ってこの表面の汚れを取ってあげます。細かいねこういうギャザーになってるようなところで汚れがやっぱ溜まりやすいのでこういうところもちょっとこうねあの丁寧に汚れを取ってあげて、これです。これも、革製品のコロンブス社の、うん、とアメダス2000っていう商品なんですけど、これをこれね何かっていうとあの油とか水とかをあの弾いてくれるっていうようなそういうものなんですね。で皮っていうのは本来水とかがついたら染み込んでそれは染みになります。で油とかもついたらそこがやっぱりそこだけが染みになっちゃったりします。ですからやっぱり汚れをつかないように守ってあげるっていう予防が一番なんですね。なので、まあ、週に1回ずつぐらいでいいみたいやけど、まあ、もしねあのこまめにできる人は毎日やってもらってもお出かけのたびにやってもらってもいいと思うんですけど、このアメダス2000この弾いてくれる水とか油を弾いてくれるこういうものでちょっとこう離してこう、ね、近くでやったらねそこだけがまたシミになるんだって。なのでコツちょっとこう離してあげる、こんな感じで裏側もこの中は多分そんなに汚れないと思うので、まあ、中はいいんかな、私別にいいかなと思ってる、もうあの表面だけでいいんかなと思ってるんですけど、あの見えてるところ外の世界にこう触れる場所っていうのかな、そういうとこだけこうやってさーっとこうやってやってあげてちょっと離してね、かけて毎日お買い物に行くみたいな感じで、水とか油汚れを防ぐというあの膜を作ってあげるっていうのがこのコロンブス社のアメダス2000だから、これ玄関とかに置いといてあのお出かけの前にファーッとやってもらってもいいし、まあ、お部屋に置いといてわーってやってから出かけてもいいですけど、これ常に部屋に一つ置いとくといいかなというふうに思います。これが日常のケアね。もともとこの新品やった時にはあのこの革のマホンっていうのはこの革の表面に被膜膜をね貼ってくれてるんですって。新品なので何もこれケアしてないけどツヤっとしててすごいやっぱ綺麗ですよね。でこれなんでかっていうとその被膜があるからあの皮の中に栄養分がしっかり入った状態の新品だからこそ汚れもまあ弾きやすいですよ、被膜があるから。でもこの被膜っていうのはこうやって使い込んでいくうちにだんだん被膜が外れてきてなくなってきて、であのツヤツヤやったマホンがちょっとこうカサッとしたような乾燥したような状態のに変わってきます。なので使い始めてだいたい1年くらいしたら今度こっちです、これ、これもねコロンブス社の、コロンブス、これはブードブラックっていう商品なんですけども、これ保湿剤ね、肌でいう、まあ、言ったマシュマロみたいな保湿剤ですわ。皮って生き物だからその皮にはちゃんとこう保湿栄養分をね入れてあげ、水分とか栄養分を入れてあげないといけないんですね。で、このコロンブスブードブラックっていうやつはこう中身こう白い感じになって、ね、よくまあ皮のねお手入れとかでもうちょっとこう油分のベタっとした感じであのミンクオイルとかがすごい有名やったりするんですけど、なんかねあのこのマホン作ってくださってる職人さん曰くこの、ブードブラック、この白い中身がこう白くなってる、あのどっちかというとこう伸びないというかあの水っぽいんですよね。でこれ適量こう手に取ってもらって、1年ぐらい使ってきてだんだん被膜が外れてきたマホンに指を使って塗り込んでいってあげる、薄くでいいみたいです、こうやって塗り込んでいってあげるんですって。これで栄養分とその被膜の代わりになる油とか汚れとか水とかを弾いてくれてっていうねツヤっとした栄養を与えてあげる、こういうクロスを使って革専用のクロスとか T シャツ切ったやつとかそういう布を使ってあのやってもらってもいいんですけど、おすすめはやっぱ指が一番このどれぐらい濡れてるかなみたいな感覚が伝わってくるので指が一番あのいいよっていう風におっしゃってました。まんべんなくねまんべんなく指つけてもらってこうやってずっと表面全部であのここねこのシワのとこねこういうところもね忘れないようにあの指で
このブードブラック保湿剤を塗り込んであげるということを使い始めて1年ぐらい経ったら、そこら辺からだいたい3ヶ月に1回ずつぐらい、こういう保湿剤を塗り込んであげるっていうケアをしてもらうと、すごく長持ちして綺麗に経年変化をしていくみたいです。ちゃんとしてたから綺麗でしょ。5年経っても全然へたってない。なんかこの、汚れはね、どうしてもこうここら辺とかここら辺とかちょっとこう汚れも目立ってくるんですけども、基本素人がこの汚れを取ろうとするとそこだけ擦るからね、そこだけ色が変わってきちゃったりするんですって。だから素人がこの汚れを取るっていうのは、そういうなんか商品も出てるんです実はね。こんなクレンジングウォーターみたいなのもあったりするんですけど、売ってるんですけどね。でね、あんまりこういうの使わない方がいいよというふうに教えてもらいました。だから汚れは基本素人は勝手に取ろうとしない方がいいらしいです。で、専門の業者さん、そういうクレンジングをやってくれるような革の専門のね、そういうところに持っていけば汚れっていうのも綺麗に取れるらしいんですけど、まあ私たち素人がそこを綺麗にしようと思ってやらない方がいいよと言っておられました。汚れをついてからって言ったらちょっと大変なんで、なるべくつかないように、こういう日々のケアはアメダス2000ですね、お出かけ前にシューッとスプレーをしてもらってお出かけをしてもらう、週に1回、もうちょっと頻繁にやってもいいと思いますけどね。日々こういうのでケアをしてあげて持ち歩いて、で使って1年以上経ってきたら、そこからは皮膜が外れてきて汚れやすくなるので、皮に栄養を与えてあげるということで、コロンブスのブードブラック、こういう白い伸びのいいタイプのミンクオイルっていうのは黄色いね、もっとね、これ白いんですよね、これ白いやつがいいって言ってたわ。伸びのいい保湿剤、これで3ヶ月に1回指で栄養を与えてあげるっていうことをしてもらって使い続けてもらうと、こんなに綺麗に保てるわけですよ。いいですよこの味が、ほらどうですか、可愛くないですか。こっちが新品ね、新品もいいねんけど、使ってる5年使ってるこのマホンも素敵じゃないですか。はい、ということで、でせっかくね購入してもらったマホンなので、私はママたちにみんなに末永く仲良くね一緒にお出かけをしてほしいなというふうに思います。お手入れせずにすぐにダメになっちゃって、もうね捨てなあかん状態になるっていうのはもったいないし、ね、綺麗に可愛がってあげてほしいなと思うから、なのでもしよかったらこういう革製品 の, お手入れっていうのをね、ぜひやってみてほしいんですけど、他にもいろいろ調べていったら革製品 の, メンテナンス方法でいろいろあるんやって。ですごい革の大好きな男性とかやったらこだわってね、いろんなクリーム、いろんなブラシ、もいろいろこういうのとか もう揃えまくってねやってはる人もいるみたいなんですけど、そういうのは続かない、革職人さんが言ってた。だから日々のお手入れ、いかにこう簡単にできるかっていうところがポイントになってくるから、もう基本的に使うものっていうのはこれとこれとこれ、指以上、それだけでいいんかなって。時にはこれも使ってもいいけども、汚れをね取るっていう時には使ってもいいけども、これなのか、もしくはこういうものなのか、歯ブラシとかでもいいんちゃうかな、柔らかめの歯ブラシとかでもいいんじゃないかなと思います、汚れ取るのはね。そういう家にあるものも上手に使いながら汚れを取ってアメダス2000で日々こうやってやるっていうのをね、やってみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。紹介させてもらった商品に関しましてはこの概要欄に貼っときますので、また見といてください。こういうものを使ってもらうといいと思います。12人目うんざいました。助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。